つ角の鬼を折ります。まずこちらを三角に折ります。いただきます。折り目に合わせて折ります。反対側も折ります。一度裏返して角と角で折ります。戻してこちらの角を折り目に合わせて折ります。折り目に合わせて折ります。裏返します。これと同じ幅ぐらいで折ります。こちらの辺と辺を合わせて折ります。角を内側に折ります。こちらの折り目で切ります。こちらを少しずらします。裏返します。こちらに顔を描きます。こちらで完成です。